どうも、皆さん、夕焼け空を正面に、始まりますよ。てあや、空飛ぶ肉食動物やんけ。まあ、前回の最後で2カ所の離れた場所に行けとドクターに言われたんで今、向かっている最中です。特に、何もないとこは倍速化カットしていくんで何もなかったんだ、へえ。ぐらいで多めに見てね。お、左前方何やら動くものが。あいつは、草食動物というかおとなしい恐竜さんだね。ただ、パート1で買ったこいつと違って、攻撃すると結構強力な攻撃をしてくるよ。うわぁ？あれはやばい。こいつね。ちょっと遠目だからわかりづらいけど、こんな姿をしていて非常にどう猛かつ強いよ。今戦っても勝ち目は薄いので、スルーしていくよ。ちょっとだけ様子を見に行くスタイル。いたいた、この人を呼ぶために探しに来た感じだからね。ほら、手伝ってほしいことがあったら言いなされ。ほうほう、石が20、木が20ね。木は腐るほどあるから石を掘らなきゃ。メインクエの方は鉄が20、銅が30、鈴、金が5個。金ってグーグル先生に聞いたら鈴らしいけどどうなんだろ。でも、金って言ってもこれで平気だね。さて、今携帯 PC メニューをアップグレードするアイテムを使ったよ。H キーで開けるメニューで、スキャンタブを押して、スキャンしたい金属を選ぶよ。そしてスキャン。今は銅だけを選んだよ。今、緑色のものが画面上に表示されてるよね。つまり、ここに銅があるってことだよ。銅の鉱脈がさ。どうやら前方地中に大量に銅がある模様。なぜ鉄でなく銅を欲しいかという時のスコップから卒業したいからだよ。あと銃弾にもなるし、先に銅から集めます。よし、じゃあここから掘っていくよ。この草原の部分は土ブロックや、硫黄、スルフアや石なんかが取れるよ。ウプ主の英語力はマジで0なので、ストーリーは超理解できてないよ。素材の名前も Google 先生に聞くから間違ってたらすまそ。とここで、木のスコップじゃ効率が悪いなぁと思ったんであの人から銅のスコップ設計図を買うよ。ただ、銅の鉱脈を掘り当てるまでに時間がかかりそうだが、まあ、あとは延々と作業なのでカッツ。ほい、こんなに掘れたぞい。まあ、こんなにと言ってもあんまりですけどな。鉄が423、銅が229、金が33個手に入ったぞい。金は銅と一緒に掘れる可能性があるんだけどあんまり掘れないみたいだね。運要素が強い感じかな？じゃあ、戻りたいんだが。穴から出れない？階段作ってもいいがそれはだるい。そんな時には。ファストトラベル。こんな感じで行きたいところにテレポートできちゃうんだ。まあこの手のオープンワールドなら、よくある機能ですがこのゲームだとお肉を払って移動する感じですね。さあ、石と木だ。持ってけ泥棒。ち、ありがとうございます。って大きな声で言ってくださいよ。何やらサブクエをまた依頼された。はい、次はメインクエのチンとかの鉱石、受け取れー。なんか、まだ用事があるっぽいが先にサブクエの3種のモンスター討伐をやっていこう。だが、結構強い奴らを狩らなくてはいかん。ならばどうする？銃だ。ってことで報酬の銃&弾丸設計図しよう。あとタレットの設計図もね。そしてタレット原品も2個いただいておるんでうまく利用して狩ります。どんな奴を狩るのかご紹介。一体目、こいつ、この動画の最初の方で見かけた恐竜さんだよ。攻撃方法としては、針を飛ばす&近接だよ。二体目こいつ、序盤で見かけた空飛んでるやつ。空飛んでる上になんか風で攻撃してくるうざいやつ。三体目こいつ、どう猛な肉食野郎。突進攻撃やらか噛みつきやらが強い。正面切って戦える相手ではない。以上、早速探しましょう。の前にこの女の人この穴から出られなくなっちゃった。
仕方ないか。む、視認しにくいが奴は。目標の一体。ふふ、待っていたぞ、この時を、我が知性を試す時なり。あ、こいつは草食動物の方です。安心してください、でも強いです。とりあえず距離を取って。あたりの安全を確保、怠慢に持ち込む。む、奴は、鬱陶しい、神ごときが。おい、ん?デュエルしろよ。この神さんじゃないよ。こいつは、夜になると出てくるやつでライトを怖がって逃げるチキンだよ。だけど、結構硬いし強いよ。とどめ。まあ、銃を持った人間様には勝てんということだ。さあ、待たせたな。じゃあちょっと近づいて。この辺に来てたかだよ。あ、やべ。これは、あれだし。皆にこうやってむやみに近づいたらあかんでという実例を見せていこうとあばばば。うわ、しかもあっちには別の肉食が。くそー、こうなったら、ゴリ押し、タレット。適当に設置。頼むで。うおー、すごいぞ、ボーダーランズといいタレットは最高だ。だけど耐久力があるから早めに倒さんとタレットタンが壊れゆー。ワイも銃で援護や。と思っていた時期が、タレットが本体。はっきりわかんだね。骨とか肉とかいっぱい。惜しい、タレットちゃんも回収しとこ。よっしゃ、次。と思ったのですが、ここで私は何を思ったのか。近くにいたこいつ買って肉でも稼ぐか、という浅はかな考えで喧嘩を売ったのです。おらー。かかってこいやー。おう、こっちは緑の肌を持つゴリオ様やぞ。しかもタレットまで隣で待機して台の上に陣取っている、負ける要素がない、と言いつつめっちゃ焦ってますけど、なんなのこいつ、硬いよー。うは、なんだ今の地震攻撃は、地上にはいないんやぞ、特定するんだぞ。くそー?土台まで壊された。だが、こっちにはこれがある。はははまだだ、まだ終わらんよ、という感じで、死ぬとリバイバルウンタラっていうアイテムを使って復活できるよ。ああ、タレットタンが、壊れちゃった。さ。くそー?僕はなんて無力なんだ。と思わせて、ゴリ押し上等、かっこよく加藤なんざ素人の考えだ。何度でも蘇るさ。さあ、そろそろお前も辛くなってきたろ、早く死んでくださいお願い。何度でも蘇るさ。ま、まだまだ。いや、正直ここまで強いと思わなかった。サイっぽいしやっぱりサイは最強、サイだけに。なんだよ。みなして。ちょっと親父ギャグ言っただけやろ、もう本格的に怒ったぞ。これでとどめ。やったぜ。私は多くのものを失った。しかし、私はまだ生きているぞ。地球に生まれてよかった。ここ地球じゃないけど。さあ2体目だ。こいつだよ。遠距離で戦うと針をおえい。ってしてくるおえい鳥みたいなやつです。こんな感じで回りながら撃ってれば死ぬ要素ないね。あ、やべ。当たらなければどうということはない。ノーダメ余裕すぎんよ。ふん、近づいたところで、その体力ではなぁ。あ、あれー、弾が出ない?残弾確認を怠る無能です。どうぞよろしく。というかこいつなんかめっちゃプルプルしてるし。とりあえず、弾丸作ろ。木炭作って、ガンパウダー、弾丸。待たせたな。じゃあ死ね。再生治療のツケを払え、てめえの命でな。ふん。さて、いろいろ探しまくってようやく見つけた。最後の標的、こいつね。そういや、もうメインはクリアというかクリックしちゃいました。と言ってもただ、お話聞いただけですけどね。こいつは先手必勝で余裕だね。じゃあ、報酬をいただきに行きます。
報告しに来たお。頑張って借りましたよ。うん。サンクスぐらい嫌がれ。まあいいや、なんかモンスター呼び出すやつの設計図いただきました。多分借りようかな。使ったことないのでわからぬ。なんか自然洞窟を見つけたよ。この後歩き回ったけど特に何もなかったんでお知らせだけ、またいつか本格的に探索したいね。さて、2個目の場所に来たよ。前回、言われてたからね。謎ズーム。まあ多分もう一人のサバイバー的なのを助けに来たらゆっくしかなかったけんわらわら、的な感じだと思います。さて、ゆっくに話しかけると言えるのかわからんがクリック。ゆっく回収して終わり、じゃあ、キャンプに帰りますのっし。ウィッス。お、なんかサブクエクリアしてるっぽいな。なんか、またサブクエ受けれるから受けとこ。よう、ドクター行ってきたぞ。ほれ、なんかようわからんが誰かさんのユックですよ。受け取りなはれや。あら？ちょっと見えんけど序盤で呼びに行ったチェンって人が走ってきたっぽい。あ、ほらドクター、これで終わりか？あら、なんか始まった。あ、思い出した。なんかこのキャンプ地にモンスターが襲ってくるとかどうとか。ここは進撃の巨人に習って壁を作ろう。では4倍速で。壁は急遽作ったので適当で。あと、ブロックの消し方あるとクリックで消せるらしいが。なんかうまくいかないから綺麗にするかはわからんです。よし、では2個目のタレットタンに頑張ってもらおう。もう1体のアダを取るぐらいに活躍してくれ。よいしょっと、ワイも上に乗って撃ちまくるぜー。きたー、お前らの命もろたでー。タレットタンに突っ込むとは愚かな。己のタン細胞を呪うがいい。あれ？終わったのか？うわ、突如として、化け物か。まあこいつらレベルならタレットタンの敵ではないわ。入り込んできた。あ、死んだ。いやー凄まじい殺戮マシーンだな。これはもう私の出番ほぼ皆無ですな。いやー、頼もしいことで。シシルイルイですな。さぞかしお肉が手に入りそうだぜ。しめしめ。シシルイルイをシキルイルイって呼んでたやつわらわら。私です。シキルイルイって入れて変換をしても全然変換されないからおかしいと思ったら。シシルイルイだったなんて、さすがグーグル先生。ってあれは、ここら辺から、あの虎みたいな猿みたいなちょっと強めのが出てくるのか。こんなやつ。こいつはちょっと強めだね。あの針飛ばしてくるやつ並みの強さ。一体よ。何今の攻撃法、なんか生えてる手で挟み込み針手してきたんだけど。予想外すぎるわ。撃破、あ、やべえタレットタンの足場が壊されてる。って、ふおう。お前もかい。鳥は撃ち落とされておけ。ふん、当たらぬわ。よし。ってこいつは、やめろタレットタン。そいつは、強敵だ、敵対するな、あ、やっぱりね。やばい、このままでは第二のタレットタンまで失う。回収急げ。よし。打ちつつ交代、というか、キャンプの一大事に他の連中何やってんの、ぐへい？あ、いいぞいいぞ、囲まれてフルボッコになるがいい。復活。さあ、ショータイムだ。ふひひ、ざまあ、お肉回収しちゃって。
では、キリもいいし今回はここまで。それでは、バッハッハイ。